今回ご紹介する駅がこちら、ビンゴ八幡駅。うわーすごっ、今まで見た中で一番電車が、1日の平均乗車数が0人ということです。こちらの駅舎なんですけども、上下線合わせて6本の電車が1日に止まるという駅なんですよね。それでは最後までよろしくお願いいたします。はい、懐かしの駅舎シリーズということですけども、ビンゴ八幡駅、今日こちらにお邪魔しようかなと思います。こちらビンゴ八幡駅、当然ながら無人駅で乗車券も販売しておりません。以前はこの近くにある郵便局で区間切符というのを販売していたんですよね。200円の区間切符です。ちょっとなんかいろいろ見ていきましょう。この水は飲めませんと。手洗い場のねトイレですね。はい、で早速入っていきます。警備線でございます。新見行きね、あります。日記が書いてあります。昔ながらの駅舎で、まあ、いろいろあるわけですね。電車の、うわーすごっ、今まで見た中で一番電車が少ないような感じですね。1日3本警備線でございます。川のね流れの音がしていいですね。
昔ながらの感じでずっと残ってますね。1日3本と片側だけで。電話ボックスがね、非常用のあります。ビンゴ矢端、1日3本ですからね、片側、まあ、合計6本の電車が来るっていうわけですけど、朝と昼と夜だけです。もうね、まったりした感じがしますね。すっごいでも空気がね、澄んでます。山奥の駅でございます。はい、というわけで今日はこんな感じでお送りいたしました。まあ、なんかこの辺とかも結構ね、いろんな、いろんな駅がありますんでね、ぜひ、興味ある方はウィキペディアとかで、調べてみてください。岡山まで、1980円で行けるということですね。YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。